というわけで今回は僕が個人的に買った方がいいと思う仮面ライダーのベルトをですね、4つ紹介したいと思います。やっぱこれ仮面ライダーマニアあるあるだと思うんですけど、やっぱ中古ショップとか行くじゃないですか。その時に結局何買うか迷うんですよね。これを買うって決めて行ってても、やっぱりこう、いろいろね、掘り出し物とかがいっぱい売ってたりとかして、目移りしちゃうじゃないですか。僕なんかビルドドライバー買いに行ったのになんか気づいたらあのビーストのダイスサーブル買って帰ってきたとかね、全然そういうのあるんですよ。本来これを買うって決めて行って、それがなくて、結局その持ってたお金をね、別のおもちゃに使っちゃうみたいなことがあるじゃないですか。やっぱその中古おもちゃの情報がまとまってるサイトとかがないから、相場がわかんないんですよね、比較したりとかできないから。なんで、例えばね、ビルドドライバー買いに行って、僕みたいになんかダイスサーブル買っちゃうとかそういう意味わかんないことがないように、もしも欲しいものがなかった時にね、これを買った方がいいんじゃないかっていうのを僕が今回ね、皆さんに4つ教えてあげようかなっていう風に思います。それでは早速僕が個人的に買った方がいいと思う変身ベルトを紹介していきます。はい、1つ目はこちら、レジェンド版カイザドライバーです。いや、中古品紹介するテンションだったのにめちゃくちゃ最近のおもちゃ持ってくれやんと思ったかもしれないんですけど、ごめんなさい。これはね、もうほんとめちゃくちゃいいガンクなんですよ。やっぱね、こういろんなベルトをこう再販してきたレジェンドシリーズですけど、2号ライダー来ちゃうとね、それはもうね、買っちゃうわ。やっぱなんかね、こうレア感があるっすよね。普通にだいたいクーガとかオルタリング、アギトのオルタリングとかさ、もうわかるやん。だいたい、あ、来るな、来るんだろうなみたいな感じで。でもやっぱね、カイザ来られちゃうとそっちみたいな、本当に出してくれるんだ。正直ネタバレでちょっとね、これが出るっていうの知ってたんだけど、本当に発売された時は、あ、マジで出るんだみたいな風に思って、すごいテンション上がって、その勢いでなりきりワールドまで行って、限定パッケージ版のやつ買っちゃいましたね。本当にこれ何がすごいかっていうと、このね、やっぱね、これ草加の角度で固定できる。で、これを説明書に書かないっていうね、それがね、いいんですよ。公式サイトにも載せないで、これもフォンブラスターにできるんだけど、これも説明書に載せない、公式サイトにも載せない、仮面ライダーおもちゃウェブの紹介ページにもこの2つを載せないっていう、このバンダイの粋な計らい、これでね、もう僕はね、落ちましたね、完全に。こういうサプライズ演出を入れてくるっていうのはね、本当にいいですよね。なりきりワールドでの先行発売もあったと思うんですけど、やっぱね、これはね、ちょっとバンダイにとっても特別なベルトなのかなっていうふうに思います。安いしね、まず3000円ぐらいだったかな、3000円で草加になれるんですよ。3000円で草加の角度で固定できんの、これやばかない？当時のデラックス超えだからね、普通に。しかもファイズフォンもそうなんだけど、このカイザフォン造形よ、ミッションメモリー取れないのを差し置いてもめちゃくちゃすごくない？この造形、発光しない分ここがね、元から塗装になってることによって、さらにこう劇中の高級感がね、出るんですよね。確かこれデラックスだとここが光るんじゃなかったっけ、わかんないけど多分光るんだよね、確か。でもこっちにはこっちの良さがあるよね。はい、こんな感じで液晶の部分もちゃんと再現されてますし、このね、ちゃんとスマートブレインもここに刻印されてるんですね。これすごくないですか。このカイザドライバーは復刻パッケージ版のやつが、なりきりワールドでしか手に入んなくて、確か今はもうどこにも売ってないのかな。前までは池袋のなんかイベントスペースみたいなところで売ってたんだけど、この間見に行ったらもう売り切れ、ソールドアウトみたいになってたから、多分限定パッケージ版はもう手に入んないかもしれないけど、普通のパッケージ版のやつは全然おもちゃ売り場とかでもうほんと腐るほど売ってるんで、ぜひね、皆さんこれ買って後悔ないと思いますよ。本当に遊びやすいしね、こうもうさ、フォンをさ開いてボタンを押してもうセットして変身っていう、もう分かりやすすぎるこの変身のムーブが本当にね、もう癖になるし、本当遊びやすいですね。サクサク遊べるんで、本当に家に1台ね置いといて、好きな時に草加になれるようにね置いとくのもいいんじゃないかなっていう風に思います。はい、2つ目はこちら、ゲーマドライバーですね。僕がゲーマドライバーをおすすめしてる理由が3つあって、1つ目はやっぱりね、流通数ですね。エグゼイドはめちゃくちゃ人気の作品にもかかわらず、やっぱね、このゲーマドライバー中古で売ってるその数がね、めちゃくちゃ多いっていうか、その世の中に出回ってる数がめちゃくちゃ多い。よくそのガシャットとかね、ベルト止めが欠品してる時とかもあるんですけれども、それでもね、ゲーマドライバーが結構状態いい感じで、ビニール袋にガッと入れられて、2000円ぐらいでね、売ってたりとかもするんですよ。ジオの時にデラックス版が再販されたのもあって、新品でもね、Amazon で安くなってる時期とかあるんで、やっぱり世の中に安く出回ってるっていうのがすごいゲーマドライバーをおすすめする理由の一つなんですよね。
二つ目はやっぱりね、拡張性ですね。ゲーマードライバーはこっちに電池とか音声ユニットが入ってなくて、全部このガシャットの方に音声機能とか発光機能とかが依存してるんですよね。なんで今アウトサイダーズとかねやってますけど、そこで新しいガシャットとかもバンバン出てて、プレミアムバンダイとかで発売しない未発売のやつとかも発売したりとかするので、これからもガシャットがですね発売される可能性ってめちゃくちゃ高いんですよ。こっちに音声ユニットが依存してる分出し放題ですから、これからもガシャットが発売される可能性ってめちゃくちゃ高いんですよ。なんでエグゼイド自体は結構前の作品にはなるんですけれども、これからもねガシャットとゲーマドライバーの機能のおかげで新商品が出る可能性があるっていう意味では、めちゃくちゃ遊びがいがねある商品なんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、3つ目はですね、ちょっとこれ紛らわしいんですけど、このねガシャットの方の流通数、この出回ってる数ですね、それがめちゃくちゃ多い。本当に中古の仮面ライダーのおもちゃ売ってるところ行くと、もう本当どこにでも売ってる、このガシャット。本当にもや中古ゲームソフトみたいな感じでそれこそ売ってるんですよね、めっちゃたくさん。しかもデラックスがね意外と箱割り、開封済みの箱割りの状態で結構売ってたりとかするんですよ。やっぱねロックシードとかになってくると全然デラックス売ってなかったりとか、箱ありの状態で結構状態いいやつとかになると値段が高かったりとかするんですけど、ガシャットはね本当にそんなことない。もうマジで最近のおもちゃ売り場なんじゃないって錯覚するぐらい、ガシャットが普通にこうバーッと棚に並べられてたとかして、今からでも全然ガシャット集められるので、そういう意味では本当にゲームドライバーおすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、3つ目はこちらですね、ウィザードライバーです。もうこれなんでって思う人結構多いと思うんですよね。僕もね別にウィザードが好きとかいうわけじゃないんですよね。特別本当にウィザードが好きとかいうわけでもないですし、僕ガイムが一番好きな仮面ライダーなんで、ウィザードってガイムの1個前じゃないですか。だからガイムのせいで、あくまでガイムのせいでウィザードの曲がねちょっと薄れちゃってるみたいなところもあって、あんまり思い入れがある作品じゃないんだけど、ウィザードライバーはおすすめなんですよ。なんでかっていうと、これエグゼイドと同じなんですけど、めちゃくちゃ売れ余ってるこれマジで、どこの中古ショップ行っても、いやわかんない、最近行ってないからあれだけど、一昔前はもうどこに行っても本当に無料で配った方がいいんじゃないかってレベルの値段かつ量が売られてました、ウィザードライバーは。しかもこのねウィザードリング、こいつが今でも集めやすい、めちゃくちゃ安い値段、ほんと55円とかで、バラ売りされてるんだよ。カゴとかに入ってて。だから、今の、例えば今だったら、ケミーカード、ライドケミートレカか、ライドケミートレカとか、去年だったらね、レイズバックルですよ。とかを集めるよりも、まあ、さすがに、ちっちゃい子とかは、やっぱりこう、現行でやってる仮面ライダーのアイテム飛びついちゃうからなんだけど、大人が本当にコレクションとして集めるなら、ちょうどいい。しかもこれ指輪っていうね、ロマンあるじゃん。なんか指とかにつけられるし、さすがにこれをファッションでやってたら激痛だとは思うんだけど、なんか指輪ってさ、こう、ロマンあるじゃん。だから値段も安いし、めちゃくちゃ売れ余ってるって言ったらちょっと失礼だけど、手に入りやすいし、ウィザードリングもコレクションアイテムとしては、申し分ないと思うので、今からね、何かこう、一つの作品で、それこそコンプとかさ、全部集めたいなとか、アストロスイッチ1番から40番まで集めたいとかあるじゃん。そういうコレクターのコレクション心に火をつけるアイテムなんじゃないかなっていうふうに思います。ただ一個懸念点としてはね、僕はたまたまこの大人用のリング、ここのパーツをこうやって取ると分かりやすいんだけど、これが昔プレ版で売ってたのよ、この大人向けのリングが。これをね、持ってない大人、大きいお友達ね、大きいお友達はちょっと厳しいかなっていう。ちっちゃいサイズのやつはもう絶対大人だったら、どんなに指細い人でも完全に子供向けに作られてるやつだからはめらんないのよ。だからこの大人向けのやつを持ってる人じゃないとちょっときついかなっていうのはありますね。これがついてるやつが中古屋で売ってるとこ僕見たことないんで、ちょっとねそこがね唯一の懸念点ですね。ただ多分これも探せば、ネットで探せば買えると思うので、本当にウィザードライバーとウィザードリング、これもコレクションアイテムとセットで、すごい買った方がいいおすすめのベッドになってます。3つ目はこちら、デラックスネオディケイドライバーとデラックスケイタッチ21です。これはまあね、多分仮面ライダー好きな人なら、みんな欲しい。これはまだしも、ネオディケイドライバーは仮面ライダー好きな人ならみんな欲しいアイテムなんじゃない。本当にカードの収録枚数がえぐくって、しかも一枚一枚個別認識するから、平成のクーガから、ジオまでの基本フォームの変身音全部と最終フォームの変身音全部がね、ジオは入ってないんだ、グランドジオは入ってないんだけど、アルティメットからジーニアスまでの音声全部収録されてて、それ全部聞けるっていう、もう超すごいアイテムなんで、これはね多分ねみんな
欲しいと思ってるんだと思うんだけど、今がね本当買い時ですよ。今あの東京駅のライダーストアで確かこれ売ってるんだよね、このセットが確か。でこれ本当に当時ネオディケイドライバーってむちゃくちゃ人気で、アマゾンとかでも本当にもう倍ぐらいの値段で売られてて、中古ショップとかでもね僕これ全然見ないで、見ても値段がもう本当変わんないかそれ以上かみたいな感じで。21の K たちは割とね、やっぱあのディケイド相方のデスゲームとね、あのシニーのジオっていうね、あのちょっと問題作のおかげで割と手に入りやすい値段で売ってたりはするんだけど、こっちはね本当に手に入りづらいから、今が本当にチャンスだと思う。すぐにもうこの動画見終わった後すぐに東京駅走りに行って本当買ってほしいレベルです。セットになっててこっちいらないよみたいな、七人のジオとディゲイド館のデスゲームのなりきり遊びをしたい人がどこにおるねんとね。ちびっ子はあのユウスケに司されるシーン見てディケイド目指したいとか思わんやろみたいな風に思うかもしれないんだけれども、セット版買ってもこっちこれ買う、これ手に入れるためだけにセット版買ってもあの本当お釣り来るんで、そういうレベルですよ。これもう買ったらこれはもう箱に入れておいてこっちだけで遊ぶとかでもいいレベル。でもこれもうおもちゃとしてはね、あの本当に遊ぶがありますよ普通に。あのジオ VS ディケイドを見なかったことにして完全に創作遊び、これも自分の頭の中でディケイドの続編を作り上げてこいつをそこで登場させて遊ぶっていうような風にすれば全然ね、おもちゃとして本当に申し分ない。音質もあのめちゃくちゃいいしね、21のカードの音声とかもあの本当にかっこいいし、だからこれはね本当に今が本当に旬の買い時のアイテムだと思うんで、皆さんぜひね中古屋とかでもね見かけたらあの値段ちゃんとね調べてから、もしあの状態にそうだなって思ったら買ってみてほしいです。すごいおすすめです。ということで今回は僕が買った方がいいと思う変身ベルトをまあ4つ紹介したんですけれども、どうだったでしょうか。僕普通にカイザとかディケイドはあの本当に好きなんですよ、仮面ライダーの中でも。けどあのエグゼイドとウィザードとかは別にその特に作品に思い入れがあるとかいうわけではないんだけど、本当に玩具としてあのいいと思うのね。なんかそういう僕がこいつ好きだから紹介するとか、そういう肩入れなしに今回紹介できたんじゃないかなっていうふうに思うので、皆さん中古ショップとかでね見かけたら、まあこれは全然新品でも買えると思うんだけど、ぜひねこの動画で言ってたこととか思い出して仮面ライダー中古トイショッピングを楽しんでいただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。このチャンネルでは僕がこんな感じでね仮面ライダーの玩具とかをダラダラトークするっていうスタイルでやっていこうかなっていうふうに思うので、仮面ライダー好きな同士仲間はですねチャンネル登録して次の動画ご期待いただければなっていうふうに思います。それではバイバイ。